こんにちは、ロイスコです。梅雨明け前の7月中旬、行ってみたかった道の駅つくで手作り村へ、またまた下見の旅へ行ってきました。今回もやばくなったら代わってねと娘にお願いして付き合ってもらいました。私は下道しか通れないので、いろんなルートを探してみましたが、今回は1号線で行くことに決めました。1号線で岡崎方面へ進み、途中から35号線、岡崎設楽線で、途中から37号線、音川せせらぎ道、そして岡崎つくで清岡線という道を通って行きました。しばらく平坦な道が続いたので、本当に標高500メートルのところに着くのかなと少々不安になりましたが、この先にある暗がり渓谷を過ぎた途端、一気に急半の峠道になりました。ここが暗がり渓谷の入り口です。急に人がたくさんいてびっくりしました。ちょっと手前まで人がたくさんいて、いきなりこんな道になったので、異次元に迷い込んでしまったのではと不安になりました。ちょっとオーバーですね。すれ違いできない道と真ん中に線がある道が交互に出てきて、ドキドキしたりほっとしたり、そんなことを繰り返しながら一気に500メーターまで登った感じでした。動画では明るく見えますが、実際は薄暗くて一人では通れないスリリングな道でした。でもうなる N 番を励ましたり、娘とワーワーキャーキャー大騒ぎしながら通ったので、いくらか気が紛れました。いつも Google マップで道を探しているんですが、経路には私が通れない道も出てくるので、自分でマップを動かして通れそうな道を選んでいます。今回のこの道はこんなに険しいとは思わなくて、他の道にすればよかったなぁと後悔しました。でも山を登ってる感があってドキドキしたけど楽しかったです。このフランクフルトは絶品で、買って食べた人はみんな口々にうんまって言ってました。私と娘ももちろん言いました。景色を見ながら食べたので格別美味しかったです。川では子供たちが楽しそうに遊んでいました。あ、今はもういませんけど。ゴー、よいしょ。やっとかめというのは名古屋弁で久しぶりっていう意味です。
まだちっち。またまたコフェ持ち。五平餅が食べたくて、家にある材料を使って五平餅の味噌を作りました。みりん、醤油、伊予の味噌、砂糖、じゃじゃーん。こんな感じ。売ってる五平餅の味噌より色は薄いですけど、美味しかったです。ただ伊予の味噌ってこちらの地方の人は食べ慣れてないので、娘に一つあげたら、私はもういいって言われてしまいました。私はもう味慣れてきたので、伊予の味噌大好きです。7分ぐらい焼いて、こんがりと焦げ色がつきました。本物の五平餅みたいな照りはないんですが、とても美味しかったです。最近は鼻づまりやら、あとめまいやら、もうなんだか体調がすっきりしないので、夏野菜を食べてちょっと元気を出します。味付けは安丸和風万能だしとお砂糖を小さじ1杯半ぐらい、それだけで味をつけました。あとピーマンを細切りにして、生です、生のピーマンを細切りにして、安丸スパイスだしをたっぷりかけて、そして醤油とごま油をかけて混ぜて食べます。この食べ方も学童保育で働いている時に知って、あ、ピーマン生美味しいなと思ってよく食べます。ではでは、いただきます。